花尾芳郎の音楽魂。皆様、はい、こんにちは、金尾芳郎でございます。今日はね、秋晴れの良い天気ということで、はい、9月ももうすでに
27日になりましたね。あ、29ですね。あの、何、10月のカレンダー見てた。になってしまいましたけどもね、あの、はい、一発目でもうすでに弦が切れました、はい、気合入ってますね。いや、気合ちょっと入れすぎたから入れすぎましたか、うん、ということで、おなじみ高橋真子さん、どうもこんにちは。おはようございます。こんにちは。あ、こんにちは。じゃない、こんにちは。今日はね、ゲストいらっしゃらなくてね、金玉ということになっておりますけどですね、はい、滑舌よろしくいきましょうね。金玉、はい、金玉ですね。今日なんか広く感じますね、スタジオがね。スタジオがね、そうですよね。あの、広い感じの、あの、普段ギャラリー多くてもね、結構、うん、あの、この狭いスタジオ10人入るときありますんでね。松下俊美さんでございます。はい、こんにちは。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この切れた弦5分でやろうか。まあ、別に僕ジャカジャカ弾くだけだから、あのね、あの、いいですよ、5本ぐらいあればいい。あの、この間4本とかね、3本ぐらいになったらちょっときついね、うん、そうだね。3本はきついね。きつい。三味線状態。いや、生放送でね、あの、こう替えのギターとかこうあるようなね感じじゃありませんのでですね、替えは持ってないですか。持ってないですよね。あらら、そういうことでですね、高橋真子さんずっと東京にお住まいですよね。そうですね。この前、高橋さんね、三茶なんだってね、40年前初めて東京に来たのが。そうなんですよ。あの、私がまずそのデビューの頃はね、うん、あの、シベソニーオーディションの第1回目の、はい、まあ、グランプリもらって、うん、そのバンドで来たんですよね。カナウシロ&ウエストっていうバンドでね。その時がね、あの、一番最初に住んだのは三軒茶屋。ね。懐かしいですよ。大使堂とかありますよね。大使堂、うん、うん、ありますね。駅のすぐ近く。この辺？三軒茶の駅の飲み屋の反対側ですよ。すずらん通りってあるじゃないですか。あ、あるある。ね。うんうん。あそこも初めて行って、あの辺路地裏をうろうろして、うん、はいはい、その反対側にね、反対側住んでたんですけど、道挟んで反対側。西風とかあったとこ。はいはいはい、昔あったじゃん。今あるかどうか分かんない。今あるよ、まだ。本当？声優になって。声優ですか。うん、Say you say me っていうのありました、歌ね。西風と西風は違う。しかもあまり言うとあれなんですけど ね、 あの、でも、ね、その近くですよ。あ、そうなんだ。その時じゃあ真子ちゃんいたんだね。いたよ。ね、20いくつだ、20、まあ、23、4ぐらい、ね、3、4。その時はね、バンド5人とマネージャー1人と6人で合宿生活やってたんですよ。大変だったですね。で、ちっちゃな九州があったんですよ、そこには。あの、ね。リトル九州が。リトル九州。まあ、部屋の中では全部九州弁でみんな喋ってましたから、博多弁とかね。で、だから、あの、スランドリーの焼き鳥屋さんとか行ったらね、うんうん、もう、すごい、やっぱり東京おしゃれだな、とか思って、東京弁だもんだって、みんな。そうだけどね。しゃれと、あの焼き鳥屋の兄ちゃんを東京弁ばい。そういうね、ことから始まりましたけど、いろんなところにね、うん、あの、行きましたけども、うん、まこちゃんは、はい、どっか他のところに住みたいってことないの？いや、あの、ちょこちょこ、結婚した時は西荻に住んでたし、いや、でも東京でしょ？まあ、東京。ずっと東京ですけどね。東京、僕だって九州からもう外国だもん、東京っていう。本当外国に行くような感じで。この俺にとっては九州が外国だ。そうですね。いや、だからね、一大決心をしてね、来たものですよ。で、九州の方ってみんなそういうの、まあ北の方の方もね、そうかもしれませんけどもですね、あの、そういう思い、ね、だから。いろいろ東京もいたし横浜もいたしね、うん、まあ、いろいろ転々としてきましたけども、東京でもね、いろいろあって、うん、横浜でもね、うん、2軒ぐらいやっぱり越して、ああ、そう、そうそう、東京でもいろいろ、あの、最初はだから三軒茶屋で一回ね、うん、もうダメで一回戻ったことがあって、うん、でまたすぐ前戻ってきて、はい、あの、転々としたんですよね、うん、でも住んだのが、うん、結構都心だったので、はい、本当の東京って知らなかったかもね。だからその渋谷とか、うん、あの、六本木とかそこら辺だったんで、うんうん、あの、六本木でも、まあ、あの、ちょっと、あの、裏の方、10番あたりのね、うんうん、だから、ひょっとしたら本当の東京とか江戸っていうかね、
そういうものにはね、あんまり旧東京はもっとね、そうそうそう、あ、そう、東側だから ね、そういうのはあんまりね、知らなかったかもしれない、今思うとね。いろいろ旅は続きますけどですね。どっか田舎に住みたいとかってないんですか、孫さん。ない。もうちょっと話を続けようって気がないから。なんかね、うん、自然がダメ。そうなんだ。都会が好き。そうなんだ、うん、いやだから僕も若い頃はやっぱりああいう全て見るのが新鮮でね、そうだったんですけど、だんだんその年を取るに従ってね、まただんだんやっぱほら自分のルーツがそういうとこだから、もともと田舎者だから、そういうのに憧れますよね。最近とかやっぱりその自然とかね、川とか海とか、虫とかさ嫌いなんだ。嫌な、本当。私も嫌い、ダメ。あなたでも高知でしょ。だから虫いないんだ高知。虫いるよ、だから、うん、だから出てきたの。そうなんだ。でも虫が嫌いから出てきたわけじゃないけど、うん、虫はダメ。なんかそうなんだ、もうなんか本当にダメ。僕は全般的に好きですね、虫も蛇も、うん、トカゲも好きだし、毛嫌いしてるわけじゃないんですけど、うん、もういたらいたで、あ、いいなと思うんだけど、うんうん、別に一緒にいようねって思うけど、うん、優しいな。だからアリとかそういうね、虫がいるから人間が生かされてるって気もするんですよね、うん、僕ね、まあ、同じですから ね、だから、うん、虫ね、そういう意味ではね、ただね、なんかね、あ、そう、でも虫は嫌だけど、うん、ゴキブリが出てキャーっていうタイプではない、私は。ゴキブリ出たら踏み潰せる。でもさ、踏み潰す、パーンって。昆虫とかもそうだけども、ひどい、すごい、なんていうかな、動物とかもそうだけど、こう、色のアンサンブルが取れてるでしょ。結構ね、綺麗だよね。綺麗だし、ああいう色合いっていうのはなかなかできないよね。ゴキブリでもよく見てたら、ちょっと薄茶のところからこう焦げ茶にこう入ってさ、こうまとめ方っていうのはすごい茶系統でね。そうだね。綺麗なあの、艶が出てさ。艶があっていいよ。で、羽広げたらまた色違うじゃないですか。あの辺のまとめ方っていうのはね、もう素晴らしいなとか思ったね。だってね、もう、ひょっとしたら人間より長く生きてるかもしれない。そうそうそう。ね。まあ、こんな話しましたけども、今日はね、お便り来てますけども、松下さんの方からじゃあご紹介いただけますでしょうか。かなおさん、まことさん、としみさん、あーみひでさん、あ、今日はちょっとお休み、今日ね、ひでちゃんお休み、ね、もうめげたかな。スタッフの皆様、キキさんこんにちは、はい、本日は金玉ですね、本日は誠さん、あ、先日は誠さん、はい、10月はとしみさん、はい、11月はかなおさん、はい、1歳成長おめでとうございます。11と、あ、そうですね、続いてますね、うん、皆さんますます磨きがかかり素敵すぎちゃいますね、うん、若々しさはやはり歌っているからですか。今日もリクエストはこの曲と絞り切れずお任せいたします。 ありがとうございます、よろしくお願いいたします。気温差が激しい季節ですが、雨にも負けず風にも負けず、これからも元気が出る楽しい放送を続けてください、うん、はい、力をもらっている清水佳代子さん、佳代子さん、ありがとうございます。清水佳代子さん、ありがとうございます。こうやってね、やっぱりお聞きいただいてですね、元気に、ね、なられるっていうか、楽しみにしてくださる方がね、本当に励みになるんですよ ね、 そうですね、こうやってやってるっていうのはね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一ついきますか、はい、ミキさんからいただきました、はいはい、皆さんこんにちは。おなじみね。今日は朝の冷え込みが全国的にすごかったみたいですけど、体調はいかがですか。うん、今日はカナオ魂ですね、うん、久しぶりにお三方にひでちゃんも加わっての最高にリラックスした DDR かっこダラダララジオ、DDR、を楽しむことにします、ね、DDR って何でもかんでもお前ロマンつけりゃいいってのね、ダラダララジオって分かる、ね、そう、ひでちゃんはちょっと今日はお休みですけど、はい、さてこの間たまたま映画、うん、ローマの休日をテレビで見ましたが、やっぱり本当にヘップバーンは素敵ですよね、そこで思い出したのですが、彼女が晩年に息子に読み聞かせた一編の詩があり、一編の詩があり、そこでこんな言葉がありました。魅力的な唇であるためには美しい言葉を使いなさい、ほう、愛らしい瞳であるためには他人の美点を探しなさい、はい、
いい言葉です。これを感じながらラジオを聞くと皆さん決して汚い言葉遣いをされませんよね。そこが本当にこの放送の素敵なことだと思います。どこぞの議員の言葉遣いなんて普段から使ってないと出てこないと思いますもん、うん、議員の言葉遣いで何悪い人いるの？いましたね。誰が何か言ってた人じゃ違うだろうじゃない。ああ、あの人ね。そういうわけで今日も皆さんの前向きで素敵なおしゃべりも期待してます。うん、今日はリクエストはなしです。ありがとうございます。随分溜まってると思うし。そう。かっこ悪い。そうだね。お答えできなかったのが何曲かね。あります、ね。PS、明日奇跡的に WC カラスのバンドのライブに行けるようになりました。うんうんうん、楽しんできます。カラスさん、ね。WC カラスさんね。ここにもね。ね、いらしてくださいましたね。いらしてもらいましたけど。カナオさん、あと2週間とちょいですよ。ああ、そうね。体調は万全にしとってくださいね。うん。はい。ミキさん、ありがとうございます。福岡も行きますね。あとでね、またこの宣伝もさせていただきますけどもですね。そう、福島行って、また福岡ですね。ちょっと続きますけどもね。頑張っていきたいと思いますけどもですね。ちょっと弦が切れて、まこちゃん弦ないよね。ないよね。二弦とかある。あるよ。いや、まこちゃんがいなくなったら、いなくなる。まこちゃんが歌ってる間に俺が弦取ってこようかな。まあいいか、弦がなくてもできるよ。松下さんの曲行こうかな。失礼じゃないそれ。なくても。どれやりますか。ちょっとあれやってみる。春吉の歌。松下さんの春吉の歌ってなんか聞いたことないよね。これ本当に生まれて初めて今歌う、うん、鼻歌も歌ったことないし、アルペジオでやりたかったんだけど今の方これできないからね。できる？大丈夫なのかな。やってみようかな。ね、やってみる。やってみますか。大丈夫かな。私は博多春吉の夜の女さ、街ゆく男に声かけちゃ、ねえ遊んでいかない、そもそも私がこんな女に
社博多春吉の夜の女さ、街行く男に声かけちゃ、ねえ遊んでいかない、はい、ということでね、いきなりやってみましたね、なんかね。いきなりだとどうでしょう。これキーが松下さんあれだったね。ちょっといやいやいや、あの、僕のキーだからね。本当に僕はね、目立ちたがり屋なんですよ。いやいや、私もなんかね、この番組のおかげでクソ度胸ができたみたい。クソ度胸っていうね、汚い言葉つかない。汚いね。あの、あれあれ。だって本当に鼻歌も歌ったことないし、あの、かなわさんの歌をね、ライブで本番で聞いてて、こう、ね、うる覚えで。そうだよね。ねえ。まあでも、こういう、なんかこう、突然こういうのね、やるっていうのも、あれ？まあね、年を重ねるとこういうね、ことでしょうか。うん、ちょっと弦が一本足りないから変な音だろうね。まこさんじゃあ、大丈夫でしょう。うん、ね、大丈夫、どうせそんなに僕の歌に聞こえないから。ほら、山田さんがなんか、自虐ね。山田さんが笑ってますけども。でもさ、うん、今の人ってね、今山田さん見たんだけど、はい、今のその女性たちとかっていうのは、あの、あくびするのも、うん、笑う時も、うん、こう手で口を塞がないよね。あ、昔の人はね。だから山田さんとかやっぱね、うん、こう見たらね、こうやってね、うん、手をねこうして、うん、笑われるっていうのはまたね、ちょっとそういうところが ね、やっぱりちょっといい感じですよね、うん、さっきのオードリー・ヘップバーンじゃありませんが、うん、はい、ね、大鳥、大鳥出ました大鳥大鳥ヘップバーン、ね、やっぱりそういうことがなんか恥じらいというか ね、そういうものがちょっとこ う、ね、なくなってきましたよ ね、電車の中でやっぱり物食べてる方が多いよね、女性の方は ね、若い方もね。昨日誰かがフェイスブックに上げてたけど、電車の中でおでんおにぎりを食べてる女の人がいたって。おでんはいいね。電車の中でも親父だよね。おでんはね。おでんはないんじゃない？すごいなと思って。すごいね。何でもあり？いや、でもなんだろうね。その、恥ずかしいとかっていうのないんだろうね。今。なんだろうね。ね、もうそういうの普通になったよ、来たんじゃないですか。ね、なんかもう、電車の中がこう食堂みたいになってるよね。なんかね。電車の中でお化粧してるのもね。それは前にね、こう結構あったんだけども。まあ、時々見るね、まだね。見かけますね。もうそのうちいろんなことが電車の中で見れるようになって楽しいな、ね、楽しくなるもんね。食堂列車みたいなのできるじゃん。山手線食堂寮みたいなできて、そこみんな住むねえ、それ面白いよね。そこでみんな集まって食べるっていう。そうだね、うん、そういう列車、まあ、新幹線のね、食堂車は好きだったけどね。女性専門、女性専用車両、専用車両ね、食事専用車両みたいな、いいよね。これはいいよね。ただ、あの、遠くに行くね、電車、例えば、その、箱根の方に行く電車の中で、あの、お弁当を食べるとかね、そういうの、なんか、子供心に楽しいのがあったんだけども、やっぱ、通勤電車とあんまりね、ちょっとね、あれだよね。あれ、結構自分はわかんないけど、匂いがこもるのよ。そうそうそう、食べてる人は、あ、そうかもね。うん、ハンバーグ、そのね、そう、フライドポテトとか、例えば、うん、お弁当でも、うん、食べてるからいいんだけども、うん、食べてない人はね、はい、結構その匂いがこうあれしたりするんだよ ね、 なんかね。だから私も遠くへ行く、ほら、バス、うん、高速バスだから苦手なのよね。そうなんだ。あ、高速バス苦手なんだね。そう、前あの一番前でスルメをね、召し上がってた方がいてね、うん、もう本当どうしよう途中の高速で降ろしてって、ま、窓が開かないからね。そうなの、だから圧迫されてね、うん、スルメ食ってたらこれじゃないの、うん、違う違う、うん、違います。はいはい、ということでね、まこさん、はい、じゃあなんか今日オリジナルやってみますか。うん、あの、ハリアスコールガールっていうので、ちょっとこれ
まあ、私もそういうテーマで作った曲があるんです、ね、おー、そうなんだ。これは、私が通ってた、うん、高校で、うん、は、都内で、初めて、うん、女子高生売春が、そうなんだ。摘発された高校なんですよ。本当、うん、で、その人のために、作ったの？作った。それは素晴らしいね。俺だ在学中でしたから私は。あ、そうですか。その人も知ってます、ね。素晴らしい。これタイトルはなんていうの？ミッドナイトエンジェルという。ミッドナイトでまたシャレトーン三軒茶屋あたりになると思う。ミッドナイトエンジェルやろ。こんな曲いきますか。一人部屋の片隅で膝を抱えテレビを見る憂鬱な一日の締めくくり明日のことなどどうでもいい暗い瞳のその奥で乾いた涙隠して出すあてのない手紙に私は元気と嘘をつく Midnight Angel この腕の中でそっとお休み夜が明けるまでは Midnight Angel 図鑑の魔の恋のゲーム楽しませてくれ川を作って街へ出る男をうまく捕まえて今夜はあなたのものよと腕を絡ませ甘えるよ遊んでくれる男なら誰でもいいのと舌を出すタバコの煙くよらせて無邪気な笑顔で誘うよMidnight Angel この腕の中でそっとお休み夜が明けるまで Midnight Angel 図鑑の魔の恋のゲーム楽しませてくれはい、ということで高橋誠さんミッドナイトエンジェル ねこれごめんうまくハモれなかったねいいメロディーいいですか、うんうん、毎週そういう歌、はい、いろいろさすが東京ねなんかそうでも、うん、そうだね、うん、そういうでもこれびっくりしたんですよ、うん、昔はテレビを見てたんで高校の頃にね、うんうん、その頃ウィークエンダーっていうのがあったんですよ、ね、それで、はいはい、なんかねその女子高生売春のテーマのなんか事件があったっていうの、うん、でそのやってたんですけど、うん、なんかよく知ってる高校の正門の写真が出てきてあれこれうちの俺の高校だみたいなあそうなんだ、うん、そういうでテレビで初めて知ってうんうんうん、と思ったんですよねなるほどね、うん、僕はね高校時代はね、うん、結構男子生徒が多かったんですよ、はい、もともと旧制中学なので、うんうんまあ、男子校だったかもしれないなとか思うんですけども、うんうんでまあ、僕の頃はもう共学でね、はい、その時はね何をやってたかっつうと、うん、
まあ、いろんな学校の人を集めて、うん、あの99円コンサートなんかやってたのよ。あ、市民会館借りて、はいはいはい、で僕はその学校から、うんうん、まあ、僕が行ってた高校っていうのは割と進学校だったので、うんうんうん、で違う高校の人たちをちょっと呼んだりして、うんうん、あの集めてなんかやっぱり歌ってたんですよね。あ、そうなんだね。そう、それでその時俺職員会議にかけられたもん。あの不良だって言って、そうで直方駅前の田園っていう喫茶店で、うんうん、お前、うんうん、地下でお前タバコ吸いよったろうがって言われて、はい、いやそんなことないっすよとか言って、でも他の連中はちょっと結構そういう人たちがいたと思うんだよね、うん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 、であのかもしれないけども それでなんか職呼ばれて、うん、でその当時の生徒会長が俺も勝ててとか言って、勝ててっていうのは一緒にね、やらせてくれとか言って、まあ、ダメで僕だけがそこの学校から出させてもらったりなんかしたんですけど、うんうん、それでね、あのちょっと悪者になってた時期があって、あ そ, その時にあのその収益上がりをね、うん、老人ホームかなんかに寄付したのよ。あ、そう、あら、新聞に出た途端に学校の先生の態度が変わったわけよ。ね、それで家出したのよ、俺。そうなんだ。うん。あの、もう大人は信じられない。そういう時期があったよね。だからそれからね、おそらくその時から都会の方ではもっとなんか進んでたから、そういう、うん、ね、うん、そのことがあったかもしれないけども。そうね、それ時が経ってね、そのやっぱり学校辞めた高校 の,、うん、あのぐらいの生徒たちの、まあ、講師をするようなことにも出会うじゃないですか、うん、その時に初めてね、そのリストカットとかっていう言葉も聞いたんだよね、うん、だからいろんなことはね、そんなに田舎のほどではなかったけども、やっぱ都会ならではのね、うん、そういうのはあったのかもしれない、ね、かもしれないですね、うん、今はもうテレビが蔓延してるから、うん、同じような感じになっちゃってるかもしれないけども、うん、まだ素朴なところあったかもね、うん、だってもうすごいロングスカートのお姉さんたちが掃除したりとか手伝ってくれたりしてたんだもん、高校の時、うん、普通はねちょっと なんていうんだっけ、その、 あのロングスカートのスケバンみたいな人、そう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 、スケバンね、うん、そういう人たちはね、あれじゃない、でも一生懸命みんな一緒になってやってたのよ、うん、みんないい子だったね。そういう時代あったね、いやみんなすごく基本的にはいい子なんだと思う。そうそうそう、なんかちょっと寂しかったりね、うん、大人が信用できなくなったりね、そう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 、そういう時でね、俺ね、あのなんでそれを家出したのがバレたかっていうのは、弁当がね届いたのよ、俺家出して弁当忘れていって学校に届いて、みんな全部バレてたで、広島まで自転車で行ったんだよね。そうなんだ、え、広島、九州から、うん、そう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 、寝袋を積んで九州まで行けるの、川、あの広島、うん、あったの、いやいや、ずっと行けるよ自転車で、え、それで行ったのよ、で途中で3日ぐらいかかったよね、でどういうわけかね、米軍基地、あの岩国とか行って、はいはい、へ、うん、そうそう、そういうシステム、うん、で結局帰ったんだけど、お金なくなって250円しかなかった。ラーメン一杯250円、思いっきりさ、あの思い切ってドライブインに入ったわけ、うん、それでも最後だと思ったら、長距離トラックの運転手さんが来てて、うん、それ乗っけてもらったのよ。それなんか映画みたいな感じ、うん、でずっと家の近くまでたまたま行く人たちで、3台ぐらいずっと、うん、あの回ってる人がいて、その当時の長距離のねトラックの運転手さん、すごく優しい人いっぱいいましたね。そうそう、だからね、もうそれね、本当に見送ったよね、別れた後に、うん、すいません、こんな話になって、ですね、それじゃあ松下さん、もう一回行きますか、行きましょうよ、たまには。もうこれさ、ちょっと弦切れて歌いづらいかもしれない、ごめんね。弦が悪いね、弦これこのどうだろう、どうだろう、うん、じゃあ今ふるさとの、うん、ふるさとのね、あのことを話しましたけども、その当時あの僕の生まれ故郷っていうか直方市っていうところありましたけども、そこのね、それからしばらくして曲を作りましたけどもね、これはまあ普段僕が歌ってますけども、今日松下さんにあの、はい、何回か歌いましたけども、リバーサイドマイホームタウン行きますか、はい、キーが違う、キーが違うね、もう今あれチューニングがおかしい。失礼しました。 F で
川が流れてる思い出が流れる春には菜の花が辺りを埋め尽くす行き交う人の中に星を見たんだ後ろ姿優しいあの人は今はない人の心が好きさ松下俊美が歌いましたリバーサイドマイホームタウンっていうね、またこれ僕が歌うのとはね違って、うんね、もう最近自分の声がねやかましい もうラブばっかりというね、あの金田城でありますけどもですね、ファックス来ております、はい、
晴れました。晴れましたね。ということはですね、これ、金尾義郎さん投げ銭 FM 音中ということでね、はい、これ、チャーリー佐藤さん、話題の絶えないチャーリー佐藤さんでございますね。ね、晴れました。心晴れ晴れであります。金尾さん、誠さん、松下さん、山田さん、お元気でしょうか。ひでちゃんは休みです。金玉ですね。熱くお願いいたしますと。はい。私の方は薬局に車が飛び込んできた以外は平穏無事でありますという。またまたあったのよ。すごいね。これすごいね。佐藤さん。佐藤さんっていうのはもともとね、薬局のね、そういう薬品関係の仕事、ヤクザじゃないでしょ。ちょっと見かけはね、そういう感じに見えますが、車が飛び込んだ。その薬局にね、いや、笑えないけど。笑えないけど。車が飛び込んできたのよ。本当の話で。それで、それ本当よ。それで、その大家さんが、そういう発見して、それでも大変なことになって、だから、しばらくその、ね、そこまた帰ったりしなきゃいけないじゃない。これニュース出ませんでした、もしかして。ニュースには出てないかもしれない。車が最近よく飛び込むでしょ。飛び込んでくるみたいなね、車が、ね、だからアクセルとブレーキ間違えたりとかっていうふうなことありますよね。あるんだよね。今オートマティックになってるでしょ、だそういうのもあるんじゃないの、なんか。そうね、どうもな、ちょっとね、話題がね、絶えない、やっぱり、チャーリー佐藤さんでございます。怪我なくてよかったね。いない時だから。いない時だから。夜とか。夜とかいなかったらしいけどもね、だから、結構ね、大変なことだと思いますけどもですね。薬局、車が飛び込んできた以外は平穏無事でありますというね。多少のことでは驚かなくなりました。今週のリクエストはパニーエンジェルであります。よろしくお願いいたしますということでですね。はいはい、お、今日は3万円来てますね。素晴らしい。お金が入ったかな、ね、チャーリーさんね。こう。まあ、この投げ銭でね、チャーリーさんの懐具合が大体わかるというね、感じになりますでしょうかね。はい、ということでね、まこさんなんか今日は、もう一曲やりましょう。ね、俺はやったね。なんか歌ったっけ歌ったっけ俺歌おうか、じゃあ。うん。歌いない。何あ、ミキさんのリクエスト。間違えた。最初あれだった。あ、ミキさんのリクエスト、ロングディスタンスやってますか。ロングディスタンスやる。これできるかな、このゲームで。なんかもうすごいね、ゲームどうしちゃう今日はね、うん、ライブの時はね、なんともないんですよね。でもこれラジオでね、ちょっと申し訳ないですね、山さん大丈夫だよ、大丈夫だよ。ミキさんのリクエストありましたね、ロングディスタンス。はい、どんな感じでいますか。出から言いますかね、どんなんですか。 G
い、金尾吉郎ロングディスタンス2をお届けしました。これも懐かしい歌ですけど、まこさんなんか、行きませんか。行きますか、じゃあ。まこさん、こうなんか、今日じゃちょっと暗い曲シリーズいいじゃないですか。行ってみますか、たまにはね。僕すごい暗いの好きですよ。好きですか。こんな曲があります。君に聞こえるようにという曲。ほう。午前4時のアスファルトは足音さえも凍らせた。価値観な手をつないで僕の部屋まで帰る。すぐそこには誰よりも大切な君がいた。二人はずっと一緒だと信じてた。僕の胸の中で君はあの頃のままで眠る。どんなに待ち続けてももう目を覚まさない。新しい靴を履いて嬉しそうに笑う君の顔がずっと蘇る夜に口ずさむのは君の好きな古い映画の歌。繰り返し繰り返して君に聞こえるように。口ずさむのは君の好きな古い映画の歌。繰り返し繰り返して君に聞こえるように。繰り返し繰り返して君に聞こえるように。いいじゃないですかこれ。なんかでもまこちゃん暗いというかそういう感じ、マイナーなこうコードとかあるんだけど、なんかこう暗くないね。そう、なんかセッペリンが入ってるよね。そうだね。ちょっとね、でもなんかこう希望がある、ね、いろんなエッセンスがね、ねエッセンス入ってますよね。ということで今日チャーリー佐藤さんのね歌をね、ちょ途中になっちゃいますけど、ハニーエンジェル行きますか。行きますか。今日は本当どうもありがとうございました。ました高橋誠さんでした。松下さしみさんでした。はい、ありがとうございました。動画を聞きさんもありがとうございました。ということでね、行きましょうか。マニーエンジェル。
せたら Funny Angel 片目つぶって Funny Angel 絞る引き金 Funny Angel 後に打ち込むガラスの弾丸今夜もまた一人心の血を流す、hey! ah! hey! お前を変えたのは超えたてのましょう、来週のゲスト、どなた楽しみにソウルシンガーソウルシンガー高島さんありがとうございましたありがとうございました松下さんありがとうございました岡野キキさんありがとうございましたまた来週お会いいたしましょうお相手は高島でした See you next time人の心が好きさ